2024年1月3日、翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが、来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、前回に引き続きね、千葉県の船橋市の前原スポーツさんで撮影の方させていただいております。前回同様ね、1月3日のイベントで、まあ多分グローブ見る方いらっしゃると思いますので、今回は軟式グローブどういうの置いてあるよっていうのをさーっと流しで紹介していこうと思います。さっと1時間ぐらいかけて、じゃあマジで早めに行くでこれが今年の限定で出てた、グローバルエリートですね。ジャパン関連だとは思いますが、色的にも多分そうなんで、中村翔吾選手も出て、今宮選手の母の日だったりとか、まあ、この辺はウィリさんの低価格帯のやつかな。最初から柔らかいよ。この辺はもう普通のデュアルのスーパースキン使ってるマダビ、重くならない、これ以上はっていう、オイル塗っていく必要がないので、で耐久性もあるしいいよっていう感じのグローブですね。リクエストワッペで、これ宗選手モデルかな。あ、そうですね、宗選手まだ外野だった時の、本当だ、サードじゃないよ外野だよっていう。何年前？2年前かな、去年一昨年ぐらいから多分サードやり始めてるんで、っていう感じでローリングスがあったりです。じゃあちょっと次こっちいきますか。あのカラーグローブ青いやつが、SSK の最初から柔らかいタイプのすぐに使える、スーパーソフトだったなっていう、まあ、低価格帯であり、柔らかくて使いやすいよっていったような感じのグローブで、これがタティスのはず、これがタティスジュニアモデル、まあこれもまだショートの時の、今ガイアですけどね。これ誰だろう、あ、シモンズだ、メジャーリーガー、シモンズモデル。ここはね、水野にしてはちょっと珍しい H ウェブの、つなぎ目をしているグローブです。まあどっちも水野プロで、日本人選手じゃなく外国人選手でモデルがあるっていうのもなかなかないかなと思います。でこれが吉川選手モデルかな。で限定カラーの、今宮選手、名前出していいのかな、中日の背番号3番の選手の高橋純平、高橋純平です花とは持ってます。でまあジェームス三方針、三方針って何でしたっけ、この親指曲げやすくなるよっていうような感じで、で、ジェームスのグローブに関してはメーカー片付け、メーカー湯もみ片付けなので、最初から閉じる状態にはなっているようなグローブです。でまたカラーウィルソンがあって、まあ、ローリングスあって、じゃあこっち行きますか。上が SSK の限定、プロエッジの限定で、多分ライパチさんモデルかな、あれ。この辺はね、多分さっきの、メジャーリーガーのミップとも一緒なんですけど、値引きにはならないかな、水のプロなんで。1月3日の時には値引きにならないかもしれないですけど、去年のオールスター、2022のオールスターで、これ Z の、これが吉川選手モデルかな、2023の Z オールスターとなっています。でこれ水野の限定あって、ここもスラッカーかな、これ浅村選手モデルだ、で大和選手モデルで、M00M00 で L7S3、 普通の L7S よりかもここに折り返しがハーフになってるのが L7S3 ってやつです。こっちがちょっとラベルが違ったウィルソンが出てたりとか、この丸いのは、丸いラベルはパーカーと同じ感じ、うん、多分そうだと思いますね。とかまあ直進のやつもあるし、ウィルソンもいろんな、種類の、ラベルが出ていますね。でちょっと僕背届かないんで申し訳ないですけど、でかいですね。確か藤波選手モデルかな。そうです。じゃあ藤波選手しか取れない位置にあるってことかな、あれは。取れたけどねまあかなり本当にでかくて、ちょっと普通の人は使いづらいかもしれん。これ13とかじゃない？ 13 って言わないのか。 Z だとサイズ表記7ってなってるけど、あ、そうだ、7でいいんだ。かなりでかい。普通のピッチャー用が4、源田選手モデルが4、普通のピッチャー用が5とか6だから、めちゃくちゃでかい。どういう特徴があるんだ。縦で思った。まあ横で多分使ってるんだろうけど、もうはめた感じ正直縦にしかならん今は。縦っぽいな。でも外側はすごいなんかさ、ここのバックスタイル的には横だろうなって感じもするね。どっちでも行きやすいじゃない、あの横立ち多分だし、うん、このラベルの下には IB ラインらしきものがほら、そうですね、これに爪のマークが、これ多分前からあったはずで、あ、そう、阪神時代から入れてたはず。ウェブ2じゃなくて、ウェブ2じゃなくて、これ確か入ってた気がする。でまあ藤浪選手ってフォーク投げるし、あとスイーパーも投げるし、カットボールも投げるしで、変化球豊富なんで、やっぱこういう大きいグローブ、単純に背がでかいからっていう以外にも、やっぱり球種多い選手なんで、そういった点も含めて多分大きいグローブなんだろうなというふうに思います。じゃあちょっとプロモデルの紹介ラストしますか。千賀選手のメジャー版。メジャー版ってこと？もともと赤使ってたんですよ、うん、でメッツ行ってから
青くしてグローブ。メッツ青いもんね。アンダーシャツ青だし、まあオレンジ青か。まあなんでそれで多分型とかは一切変わってないですよ。ウェブもあのガマゴーリのウェブ使ってるんで、変わってないは変わってないんですけど、カラーリングが新しくなった、千賀選手モデルとなっています。ただこれ多分軟式のガチガチの大会じゃこれ使えないんですよね。メジャーだから使えるってだけで、だオープン大会とかで使う分には大丈夫ですけど、連盟上の方行ったりとかしたらもしかしたら注意されるかもしれないです。今大丈夫なんだっけな、確か大丈夫になったんだから微妙なラインですね。ちょっと調べておきますそこは。まあでも千賀選手モデルもカラーリング変わったのが発売されましたよっていうと前原さんにも置いてあります。ザナックス軟式アトムズとかもあったりとかで、水野もまだちょっと懐かしいのダイバーシー、まあここにそういえばそうですね、左のグローブもあったりとかして、その後こっちです、畠山のキャッチャーミットが大量にあるんですけど、あのシェラームーブここ屈曲しやすいようになってはいるんですけど、それはまあそのまんまでファーストバックからレギュラーバックに新しくなったのも置いてあります。もちろんねこれが同じM62 だから回線種モデルどっちもなんですけど、まあ、バックスタイルがこのように違ってくるような感じです。でこれがね一応去年からはなってたのかな。僕が最後に入って調べてて気になったのが、日ハムに移籍しました伏見トライ選手モデル、伏見選手モデル今年からです。今年の秋から発売されました。で、さっき前原さんにちょっと興味本位で型の特徴を聞いてみたんですけど、一応 M8 谷繁さんモデルをベースとしててちょっと大きいと。ただ芯が薄くなったみたいなんで、従来の M8 って芯がめっちゃ分厚かったんですよ。谷繁さんがもともと佐々木投手のフォークを取るために、深いポケットで芯を分厚くしてたんですけど、そこを大きさちょっと大きくして代わりにここ狭めたような感じのモデルとなっているそうで、まあ、これちょっと学生は使えないんですけど、まあ、草野球人だったらこのカラーリングめちゃくちゃ映えると思いますので、ぜひぜひね、まあ、残ってればいいよねって話ですけど、多分人気すぎて売れちゃう可能性もありますが、まあ、こういったなかなか珍しいキャッチャーミットも置いてあります。ぜひぜひ1月3日の前原スポーツさんのイベント僕らも来ますので、お買い得に買えるはずではありますので、限定系の軟式もぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ということで、1月3日皆さんお待ちしてます。前原スポーツさんの各種リンクは概要欄にありますのでチェックの方よろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしゃー。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。